皆さんこんばんは。さすがに俊一のファンだけあって声が聞けて嬉しいです。日本人はとてもシャイです。終わった頃に熱くなる。これでは本当にもったいない。初めから熱く俊一の歌を聞きたいと思います。もう一度皆さんの声が聞きたいね。こんばんは。これで空気が変わりました。ありがとうございます。このステージに立つとき、いつも忘れてはならないことを私は心に留めています。大川さん、ありがとうございます。この素晴らしい音楽と天国にいる大川さんに大きな拍手を。そして俊一に大きな拍手を。俊一はお父さんお母さんが大好き。そしてなぜかと言ったら申し訳ないんですが、年配の方が大好き。人生の経験者をとても尊重しています。あるご高齢の方からいただいた一つのヒントから生まれた歌、聞いてください。もしもし神様。すみません、突然でも変なところにかけるより神様に言う方がいいと思って、もしもし神様、なんでこんなに戦争が、もしもし神様、なんで僕らこんなに残酷、親が子を忘れ子供が親を捨てて、なんで繰り返すのですか。ああこんなこと言っちゃっていいのですか。真面目な悩みを持つが、おいしいものを食べるとすぐに忘れる、ダメな僕です。もしもし神様、心がアップダウンしている、もしもし神様、どうかの子を救いください。なんで命はこんなにあっけなく散るの、人が神を忘れたのかな。神も人をお忘れですか。もしもし神様、お金があなた以上の存在に、もしもし神様、ナルシスト自分のことしか見えない、もしもし神様、ソクラテスは異端児でしょうか、もしもし神様、性善説じゃないんでしょうか、もしもし神様、もしもし神様。答えはない、ただ風が吹いた、花が香った、横で君が笑った、僕も笑った、もう切るね神様、また駆
けるかもしれないけれど、This is Shunchi. I'm going my way. I think Kami-sama is coming soon. Thank you. That's all. ありがとうございました。この歌を歌うきっかけをくださった人生の先輩は、神様をそんなにかしこまらなくてもいいのよ、もっと心安く考えてごらんなさい、そこからヒントを得て、もしもし神様が生まれました。そのヒントをくださった方に大きな拍手をお願いします。私の姪がこんなことをつぶやきました。俊一さんの歌とてもいいですが、私はピアノが大好き。僕はある時、彼は薪割りをしているので、俊一君ピアノを弾いてるんだから指を大事にしなさいよ、そう言いましたら、彼は新しい境地を見つけたんです。何流でしたっけ？東進一刀流です。知りませんよそんなものいや東進地方に今暮らしてるんで、はい、北進一刀流にかけて拍手してくださる方ありがとうございます。ありがとうございます。実はそれで体幹を鍛えたのでしょうか、もう繊細なだけの彼のピアノと申し上げたら失礼なんですけど、とってもたくましくなったんです。その演奏に力強さが加わりました。輝け新地、どうぞ。平成最後のベートーベン、俊一です。今日皆さんにお会いできたのは運命です。ありがとうございます。あれいやー、やりましたよ。これでプログラムの下りはこれで果たせたかなっていう。この赤いのはここに弾いてある家から持ってきたんですけど、ピアノに弾いてあるやつで、良い子のみんなは真似しないようにお願いします。まあ、これつけるとベート俊一、はい、それぐらいは絹にしてよ、はい、絹シルクにしてよいやありがとうございました。結構暖かかったんですけどね。もう一度大きな拍手をお願いします。二人で本当にこのコンサートを完結するんでしょうか。彼は幼い頃からブッダに憧れています。そして仏教をベースにした曲をよく作っています。キリスト教の牧師である私はあまり理解できなくて、苦労したものです。でも10年来彼がラブコールをくれました。ぜひ2人でステージに立ちたいと。で、私は今76歳です。
で、もっともっと生きていきたいですが、来年の約束ができないことを思うと、今年こそこの青年の願いを果たさねばと思いました。そして長谷さんじた次第です。ありがとうございます。じゃあ今年あと3回ぐらいお願いします。あの次の曲が、はい、あの崖っぷちっていう曲なんですけど、あの僕2002年にこっちに来て、まあ、16周年なんですけど、あのその時に、誰も身寄りがないというか知らないところに来て、で、あの、まあ、崖っぷちシンガーソングライターだなっていうことで始めて、で、まあ、そういう時の境地をあの作った歌です。ただあのそのあと16年ずっと崖っぷちにいた感じもあるんですけど。女崖ですかそれは。でも2回ぐらい落っこちて、はい、背水の陣を引いたこの歌どうぞ聴いてください、はい、なのでそういう崖っぷちにいるって思ってる人には応援歌になると思います。聴、いてください。崖っぷち。振り返ることもないまま、気がつけば岬のほとり、すべての迷いを振り払ってよ、生まれ変わった気持ちで行くよ、これは背水の陣、さあ勇気を抱いて行くぜ崖っぷち。
ありがとうございました。下関で生まれた俊智はお父様のお仕事の都合で神戸に移り住みました。やがて音楽を目指して大阪で勉強し、将来は東京に出ようと考えました。でもなぜか長野県は信州に降り立ったのです。凛としたこの爽やかな空気、山々に囲まれたこの美しい自然、それだけではなく豊かな土の匂い、そこに住んでいる人たちにその心の温かさに魅了されました。いつの間にかそこで生活するようになりました。彼が作る曲は信州の中から生まれた曲です。